そうですか。もう私だけですか。この言葉を知ってるのは。そうやな、今の若い人はこんな言葉知りはれへんやろな。ボンゲンガンバンガラビンゲン、ボンゲンガンバンガラビンゲン、ボンゲンガンバンガラビンゲン。あ、私ですか。浜田麻里です。やってますか。何をや。遥か空と溶け合う海って、うてなのない花が思い出のせて揺れている。その名呼べば目を覚まして、私が忘れてた懐かしい時、幸せを呼ぼう。太陽が答えるわ、う
皆さんはコロナに死ぬますからね、体にツロンと思いますから、マードンチョッキチョッキですよ。ボンゲンガン、ボンガガラビンゲンの伝説でございますが、ハンドル用紙を飲みますからね、心臓に行くと気温、そうにレッコでございます。もう反対に死ぬございますから、これこれのと大衆ですね。はぁ、でも大衆のアラモアナショッピングさんであったりですよ。死ぬからよ、そうにですよ、まかないか、一番のもう反対に死ぬございますから、コトロネグリボトムはいいですからね、のチョッキチョッキのハンドルないしでございますから、なんか、ほんのポッポポッポポッポの反対第一ですよ。はぁ、ならない一のことがありますからね、半年のもいくつしゅうのを言われますから、語らいくるのハワイの運動仕事のも日本中の前でしくるございますからね、ハンドル言うともうちくるございますから、感動言うですしね、心臓一のことがありますから、こんなにコカコロナないくるもそも半人にございますからね、心臓いくるのおいしいのをほあらがな初人にございますから、そんな言うちのもの熱いのともう乗らないしよ、ひったらいくのものあらのボンゲンガンバンガラビンゲンの伝説でありますか、ははははユンソニーレコードございますか、はくる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 パッのパン大衆でございますからね、新人の本当でございますから、はいどうもありがとうございます、サンタリー一緒ですよ、はいけど本当にはハンドで言いますからね、はい、ありがとうありがとうありがとうございますから、人事量は
したことも。あったわ。大人になっても一人ぼっちはつらい。初恋の丘へもう一度帰りたいな。大人になっても一人ぼっちはつらい。夜空をかけるサーチライトも、北に輝く一等星も、今はもう見えない。カンカン照りの午後一時、夜行列車が走る振動も、夜泣きそば屋のチャルメラも、今はもう聞こえない。昼だから、昼間だから、
ってなんてわからないのかしら。服買う前に体型直しなさいよ。あ、それから痩せてても下っ腹が出てちゃ話にならない。へっ、ヒロトンでランチを取るのが悪いとは言いません。だってよそ行き服着ていくところがないものね。仲良しどうせ商品売るのはいいけれど、パンツなんて履きられないからテーブルの下に靴を脱ぐ。一人じゃおどおどするくせに友達がいると大声になる。子供にバツやカムサを着せたがるのはなぜかしら。バーゲンに目の色変えているのもよく見るけどさ、子供はブランド服着ている割には母親は安物くっさ。子供にまでラバエル服着せるのは恥知らずでかっこ悪い。へっ、バーゲンだったら買いましょう。うちの子供もブランド服がプロパで買うってバカじゃない。バーゲン娘はやめられない。バーゲンだったら買いましょう。うちの子供もブランド服がプロパで買うってバカじゃない。バーゲン娘はやめられない。大枚はたいてエスティローダーとかラプレリーを使うけど、あそこまで白塗りすれば一緒じゃないの。本人だけが気がつかない。パウダーファンデーでナチュラルメイクのつもりだろうけど、色選びからして間違ってるのよ。思い込みと勘違い。難しいね。
とか持ってやったら余るわ、持ってやったら余るわ、謝るけどな。ああそうか、みんなまで言うな、みんなまで。ああ分かった。夜はこれからな、ネオンの街にお茶を受けようと思ってやるわな。ネオンでこうシューッシューッてこうなんか分からん、こう吸い込まれてやな。とかなんかもう大変なよ、じゃあもう でっかい手しとるよ。昔なパンキンやつだよ、パンキン。
か？私の話はこれで。Thank you.
春イマジネーションはまんじゅうにオリジナリティはまんじゅうにアイデンティティはという饅頭をくれた友達が横浜へ行ったのよお土産に饅頭をくれたのよ横浜のだ。ああ。
お待たせしました。次回の予告をやります。タイトルはクマちゃん、よろしく。僕はヘビの研究やってます。ヘビが10匹出ます。この時9匹のヘビを我々はヘビ級と呼んでます。あとの2匹は2匹ヘビ、錦ヘビ。この錦ヘビが脱皮するとこ見ました。汚いですね。ボロボロボロは着てても心は錦ヘビ。なんのこっちゃ。は、次回の予告、テントのことわざ集。い、犬も歩けば棒に当たる。犬も歩けば足が棒になる。ろ、論より証拠。ローンより現金で買った方が安い。は、蜂の人差し。蜂の人差し指はどれ。知るか知るか。言うときますが、今のは中田ボタンさんのモノマネです。笑わしよんな。なんのこっちゃ。おいおいおい。そんなんでね、どんなんアルバムのタイトルはクマちゃん、よろしく。おいおいおい。トロッギョッギョッギョッシュッとピョッシュッとピョッガッガッガッ。いやー、俺さ、この前さ、彼女と、うん、A まで行っちゃった。もう俺なんか B まで行っちゃったもんね。B ってなんやねん。俺なんかさ、彼女偉人さんに連れられて行っちゃった。ギャフン。偉人さんにやられて行っちゃったんだ。俺今度さ、彼女とデートなんだ。でも俺なんかデートして、なおんとしっぽりやるんだぜ。俺なんかさ、パオンで白髪染めやるんだぜ。羨ましくないわ。でもさ、彼女さ、キリスト教なんだよ。ロマンチック。ロマンチックでしょ、うん、俺の彼女ブードゥー教、俺いけにえにの儀式があってさ。俺の彼女露出教。いいな、何がやねん。でもさ、クリスマスの時期なんかさ、いいですよね。やっぱ「きよしこの夜」なんつって、お母さんがさ、お母さんがね、お腹が空いたら おにぎりをもらって食べられていたんだよな。あれ、ここに置いてあったおにぎりがないな。おにぎりを食べるって言ったんだよね。あ、清、この野郎。